三角板川戸地昇格付け株と昇格付け株とは、日本の古墳時代中期に製作、使用された株との一種。古墳の副装品として出土する甲冑の中でも代表的なものの一つである。4世紀末から7世紀にかけて、甲と組み合わせて用いられた。昇格付け株との名は、株と本体の形状が、声円の半球型ではなく、正面側が軍艦のへさきにつけられた。 昇格のように突き出していることに由来する。鉄製が一般的であるが、鉄を地金とした混バ針製のものもある。また、大阪府堺市のモズ古墳群に属する七、寒古墳では、八部が動物の皮で作られたと見られる、珍しい出土例がある。滋賀県大見八幡市の雪の山古墳などに出土例の、ある、小ザネ川とジカブトに入れ替わるように四世紀末頃に、出現した。 鉄板同士の接続は、この種の兜が出現する中期初頭は、鉄板に開けた新穴にかは紐を通してつなぎ合わせる革とじ技法によって行われていたが、中期中用に鉄病による病流技法が導入されると急速に広まっていった。これらの製作技術や構造の時期的変化は、孔のそれと連動しており、古墳時代の鉄製甲冑は兜、孔をセットとして、 機内政権の一元的な管理、統制のもとに制作され、全国の古墳被装者に配布されていたと考えられている。制作技術と構造に基づいて、大まかに下記のように分類されているが、細部の技術、構造的な際や、通常の規格から逸脱した異業タイプも含むと、さらに細分することも可能である。ありがとうございます。